大谷翔平も思わず笑ったヤンキース・コルテスの長辺速投球は再現されるのか米大リーグ大谷翔平投手が所属するエンゼルスは5月31日日本時間1日から敵地入ク。 ヤンキース・スタジアムでの3連戦がスタートした。ヤンキースは、31日時点でア・リーグ1位の勝率6割9分4輪と絶好調だ。一方のエンゼルスは、ヤンキース初戦の31日同6月1日に、今シーズンワーストの6連敗を喫しており、同シリーズは極めて重要な3連戦になると見られている。 投手大谷体重8本塁打のジャッジなど、注目の対戦は多々あるが、地元メディアの取材で名前が挙がったのが、サワン、ネスター・コルテス投手だ。コルテスは昨シーズン、大谷との対戦で長変速投球を見せ話題になった。昨年6月29日の本拠地エンゼルス戦、大谷が2打席連続で本塁打を放ち、 三打席連続アーチがかかった七回の第四打席だった。コルテスはツーストライクまで追い込んだ後、左足で数回ステップを踏み、その後さらに右足をゆっくり上げ始めた。この超スロー投法に、審判がプレーを止めると大谷も思わず笑顔を見せた。次はクイックで投げ、最後は変化球でセンターフライに打ち取った。あれから約一年が経ち、 コルテスは、スローと、クイックピッチの両方が混ざって投げるタイミングが合わせられなかった。大谷は投手としてのプロセスを認識しているから、理解してくれ笑顔を見せたと思う。それで自分も落ち着きを取り戻せることができた。クールな瞬間だった、と笑顔で当時を振り返った。大谷と同じ27歳のコルテスは、今シーズン大きく躍進している。 ここまで9試合で先発し、防御率はアリーグ2位の1.70。大谷は防御率3.45だ。コルテスの26日同27日の前回当番では、同地区ライバルのレイズ相手に8回を投げ、4安打1失点で今季4勝目を挙げた。18年にデビューしたコルテスは、 19年にヤンキースの救援で登板し防御率5点台後半と目立った存在ではなかった。しかし、昨シーズンのキャンプから球速を上げるために、トレーニング法を改善した。より体を素早く動かすことで、フォーシームのスピードを維持することに成功したという。実際20年に平均球速88マイル、約142キロだったフォーシームは、 昨シーズンと今シーズンは、共に91マイル、約146キロまで上昇している。コルテスは語った。今シーズンは、身体的にも精神的にも、しっかりと準備をして試合に臨めている。フォーシームの球速が安定していることが、調子が良い要因だと思っている。今回の3連戦でコルテスは、2戦目同2日に先発予定だ。 昨シーズンは超変速投球で打ち取ったが、今回の大谷攻略には、どのチームに対しても準備は変わらないと語った。エンゼルスはパワーヒッターも揃っているから、出番が来た時にしっかり投げられるよう準備したいというにとどめるも、大谷との再戦には、楽しみにしていると投資を燃やした。昨シーズンとは違い、今シーズンは複数打席が見込まれる。 スローで来るか、クイックのフォーシームで攻めるか、楽しみな一戦になることは間違いない。